我を求めよ。入信希望者ですね。Welcome to the Abbey!我が君ソーリン様、侵入者が現れたとの報告が。うるさいですよ、宗茂。お前は黙りなさい。大いなる友の国、大友ザビー教国へようこそ。私の代わりに立派な信者になってください。この のけぞろいなんで。本来は花が美しい場だ。ザビー教の士官です。お前も加わりなさい。承知いたしました。神ですか、聖人ですか。御尊皆しつきの夜像を明け。我が雷霧、戸を破るには便利なのです。門をまたぐと同時に入信したとみなします。どうです、この素晴らしい絵、めでなさい。手前が父から譲り受けたのはこの雷霧と君主に尽くす武士の魂のみ。持たぬ者なら力を尽くしましょう。あなたの名誉、我が君の名に恥じぬよう。それでは我が君、同胞を待ちますかな。全滅させるまで帰ってきてはいけませんよ。ザビー様、入信希望者の群れですよ。三つの仮名と二つの雷霧、それらすべてをただ一つの身に込め。ザビー殿はともかく我が君の神馬瀬を踏むなど、手前それだけはできません。このままでは私たち哀れ家なき子です。ザビー様は言いました。愛よりパンよね。今はもう新たな世の主が生まれる頃合い。恐れながらあなたの陣はもうないのです。お前たち、信者なら信者らしくもっとザビりなさい。ソーリン様は夜一人で川屋へ行けるようになりました。頼む、我が君に近づけさせてはならない。しかと、宗重様。醸し出される覇気、達人の息だぜ。清きはより欲する、それのみ。あなた
カブトがずれて見えちゃってますよ。手前の指揮で主に恥をかかせるわけだ。手前に命を預けてくれ。進軍外れ。はぁ、醸し出される哀愁なんだかな。新ザビー教第7回。いや、まか内緒よ。愛する者はつま先を救われます。あ、ハケモレ、前の喧嘩で奥が投げた時な。太刀とは違うのですよ。太刀とは、逃げないでください。勧誘ではありません。新ザビー教第4回、もちろん鉄板ですとも。あの武器を扱えるのは立花殿のみ。この仕掛けは、なんという罠。あの立花に傷を負った。我が手前は武士でしかあれませんでした。お前も部下もまるでダメではないですか。自分の洗礼名を想像すると、もう眠れねえ。貴様の皮は貴様の甲も貴様。皆さんにはザビー様の息がかかりました。心なしかラベンダーの香り漂う息が、降伏しなさい。それすなわち入信です。天君、私のように常識人。ザビー様は言いました。人なんていいの。敷金礼金しっかりもらえば問題ないね。お前たちこそザビー教信者の鏡です。ミラーボール総輪。あなたの思い出の結晶、大切にします。お前などザビー寺小屋から出直しです。ソーリン、ソーリン。希望を拒み絶望に放ずる毎日。これ以上歯向かうなら夢に出てやります。千人のザビー様たちと一緒に。新ザビー教第6回、身近な君が運命の人。ソーリン様のその字はそれ見たことかの。ソザビーの座の字は財界癒着の座。忘れていた、拙者は武士であった。ザビー様、不況がしたいです。諦めたらそこで布教終了ですよ。頑張りましょう。お花畑を覗くのはまだ早い。愛します。朝起きてから夜頑張れるまで。敵は物言うにぞわる。ザビー様を見かけたら、ソーリン様へ通報を。押さないで。慌てずとも入信は逃げません。無識の天人、祖が何するものぞ。罰です。愛という字を一筆書き。注目、国崩しを改造して作りました。その名も、ああ、ザビー様、あなたの面影と思い出ご。それでは一緒に、レッツドライブ、ザビー。さあ、ザビー様のありがたいご尊顔ですよ。我あらずとも、日々は裾野に渡りゆく。人を、お前は何
者、もしや…合祭の勝利は未だ遠く、我が安寧の眠りは未だ訪れぬ。慈悲深き者よ、うつつに世の安息はなし。ならば欲界に散布す。狂信者大集合。絹ずれのごとき呼び声。